大変長らくお待たせいたしました。ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン、新たなるパレハの入場です。チラシに散らした内藤哲也、新たなパレハは誰なのか。インターネット上ではさまざまな憶測が飛んでいました。さまざまな名前が上がる中で、いよいよ登場してまいります。ザ・ドラゴンと大型ビジョンにその文字が映し出されました。騒然とする場内、来ました。マスクをかぶったX、 この男こそが新たなパレハ。ロス・インド・ベルナブレス・デ・ハポン、内藤、真田、武士、3人が待ち受けるリング上。かなり上半身鍛えられてますね。相当に絞られた肉体が見えてきます。ロス・インド・ベルナブレス・デ・ハポンのオーバージャージ、パーカーを羽織っての入場。シルバーマスクの下の表情は一向に想像しうることができません。ゆっくりと階段を上るエプロンサイドまで来た。さあ内藤が松本へゆっくりと歩を進めて、今リング上セルリアンブルーを踏みしめる。果たしてパレハは誰なんだ。同じく青コーナー、ザ・ドラゴン。マスクを脱いだ高木慎吾、高木慎吾、その名の通り、ドラゴンゲートを退団したばかりの高木慎吾、ロス・インド・ベルナブレスに新加入。ロス・インド・ベルナブレスで運ぶ一色です。武士は今 DDT で持っていって、今ここで高木にタッチをします。なんか弾けてやってますね。緊張の色とか何もないですよ。最初この勉強の中でも何か本当にどこかで練習をしてきたんじゃないかと思わせるような。のしがみー来たー、どうだ、カウント。今のはね、相手を抱えてハンドル使って顔面全面を叩きつけると虫神っていうやつですね。はい、パンピングボックス、これが高木慎吾の必殺です。そして武士が飛ぶ、武士ロケット、大攻めだったね。なんだこれ、この気合い、初めて来た団体でお客さんを乗せます。なんかこれ初めてのリングじゃないように見えちゃうんですけどね。なんかこれがフィニッシュムーブ、ストファルコンリコからラストファルコンムリー、決まった。やばい、返せ、どうだ。9分30秒、高木慎吾選手の勝利です。ナイスカウント、ちょっと掃除してやったぞ、鉄矢の手、幸先のいい裏手となりました。
これが高木慎吾が出した答えだ。うん、まあ俺も内藤のおかげで一歩踏み出す勇気をもらったよ。うん、面白くなるな、おい、これから、おい、プロレス界。内藤が言うように確かに俺は環境を変えるというリスクはあるかもしれんが、おい、ハイリスク、ハイリターンだよ。リスクがなければ大きな成功はない。まあそういった利害が一致したということだ。まあ俺はこれからも変わらず我が道を突き進むだけだから目離すんだよ。